スタートです。聖書一日一緒の時間となりました。今日は、詩篇の136編ですね。はい、では早速詩篇の136編を見ていきます。詩篇の136編、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。神の神であらゆる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。主の主であられる方に感謝せよ。その恵みは常しえまで。ただ一人大いなる不思議を行われる方に、その恵みは常しえまで。英知をもって天を作られた方に、その恵みは常しえまで。地を水の上に敷かれた方に、その恵みは常しえまで。大いなる光を作られた方に、その恵みは常しえまで。昼を治める太陽を作られた方に、その恵みは常しえまで。夜を治める月と星を作られた方に、その恵みは常しえまで。エジプトの遺言を打たれた方に、その恵みは常しえまで。主はイスラエルをエジプトの真ん中から連れ出された。その恵みは常しえまで。力強い手と差し伸ばされた腕を持って、その恵みは常しえまで。足の海を二つに分けられた方に、その恵みは常しえまで。主はイスラエルにその中を通らせられた。その恵みは常しえまで。パロとその軍勢を足の海に投げ込まれた。その恵みは常しえまで。荒野で御民を導かれた方に、その恵みは常しえまで。大いなる王たちを打たれた方に、その恵みは常しえまで。主は力ある王たちを殺された。その恵みは常しえまで。エモリ人の王シュンを殺された。その恵みは常しえまで。バシャンの王オグを殺された。その恵みは常しえまで。主は彼らの地を相続の地として与えられた。その恵みは常しえまで。主のしもべイスラエルに相続の地として、その恵みは常しえまで。主は私たちが癒し見られた時、私たちを御心に留められた。その恵みは常しえまで。主は私たちを敵から救い出された。その恵みは常しえまで。主はすべての肉なるものに食物を与えられる。その恵みは常しえまで。天の神に感謝せよ。その恵みは常しえまで。感謝いたします。詩篇の136編でした。この御言葉、この言葉、御言葉をあなたの心に、あなたの魂、この聖書をあなたのもとに、マスアートの聖書一日一緒でした。このマスアートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。次回の支援でお会いいたしましょう。主役のパッションプリズ、シャロム、シャロム。